というわけで混ぜていきましょう。まずはソース、ソースね、はい、あらいい匂いしとるわ。やっぱこうインスタント、まあ理想ですけどね、カップ焼きそばとかそういうもんは割り箸でいきたいね、うん、普段の自分の箸じゃなく、なんか割り箸の方が雰囲気で、あの屋台とかの焼きそばとかね、縁日のあれを自分家の箸で食うとちょっと雰囲気変わるんだよね。なんか屋台感なくなるでしょ、あれと一緒。やっぱ割り箸で食うとなんかちょっと雰囲気が出ますね。どうですかこの感じ。まあ、マヨとかいろいろオプションも考えたんですけど、今日はシンプルにいただきたいかなと思ってます。あ、いいですね。で、ふりかけとスパイスかけましょう。あら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 、前にね、超メガマックス超メガ盛りペヤングを最後まで美味しく食べ尽くすっていうね動画、これも4玉ですね、これのは撮りました。意外にさっと食べられましたんで、この2玉は別にそんなには美味しくいただけると、うん、まあ、途中で飽きるとは思いますけど美味しくいただけると思います。どうですか、元気ですか。まあそうじゃないですか。で食べたいと思います。こっちは消して、OK、というわけでカメラ邪魔やな、よし、というわけで食べたいと思います。というわけでいただきます。久々のピアノ、もう暑いし、朝天気悪かったのに暑くなりましたね今日はね。飛んでいきます。キャベツか、うわ、いや買っといてよかったね、ちょっと思ってる。これ食いたかったもんな久々に。一口目最高にうまい、おいしいです。うん、ペヤングって他の焼きそばよりちょっとあっさりしてるじゃないですか、ソースの風味が。だから一口目がね、結構ね、こうなんていうのかな、優しいというか、なんやろな、このがっつり感はないのよね、そのうまさ、このスパイスだと。うまい。あれこんなうまかったっけ。まあ腹減ってるしもあんのかな。すげえうまい。おにぎりあれよかったな、これ一個梅にぎりとか。おかかか昆布か明太子かたらこ、シンプルなものがいい。まあ、ね、ないからしゃあないな、ご飯もレンチンしてないし。あー、なくなりそうやもん。
飽きねえわ、うん、なんで俺これ飽きてたんやろ。2個も食えば飽きろ思ってたんやけど、前なんか他のもん、やっぱおにぎりとご飯もんと一緒に食べてないからかな。俺の中でちょっとあるんですけど、白ご飯とペヤングは合わないと思うんですよ。やっぱ UFO とか一平ちゃんとか、ああいうのはまた油そばみたいなこってりしたやつ合うんですけど、これはねライスに合わないですよ。おにぎりなんですよね。うん、うまい。分かったです。今どれぐらいぶりや、結構ぶりのペヤングでしたけど、分かったです。というわけで日曜日の昼飯、ペヤング超大盛りをいただきました。おいしゅうございました。ごちそうさまでした。というわけで皆様良い休日をお送りください。